エトラちゃんは見た。私はユリ、大学から一人暮らしを始める。今はその荷造り中だ。わー、これ保育園の卒園アルバムだ。懐かしいな。何この写真、なんでこんな写真が入ってるの？保育園でこんなことあったかな。そういえば確かに周りの人たちがみんな泣いてることがあったような。あ、そうだ、誰か急に泣き出してそこから大騒ぎになったんだ。ユリ、部屋の片付けはどう？終わった？あ、お母さん。ああ、あなたアルバムなんて見て手が止まってたんでしょう。ねえお母さん、この写真のこと覚えてる？ん？あら、懐かしいわね。保育園の時の写真じゃない？そうなんだけど、写ってる人みんな泣いてるの。なんか、アビ教官な記憶があるんだけど。アビ教官なんて、面白いこと言うわね。もちろん覚えてるわ。え、本当？保育園でやったお遊戯会の中でも、一番記憶に残ってるわ。ほんと、大騒ぎになったもの。何があったの？保育園の同じクラスに、黒木くんって男の子がいたの。十数年前。はーい、みんな、今日の工作の時間は紙のお皿を使ってパパかママのお顔を作ってください。はーい。パパとママどっちにしようかな。黒木くんはパパとママどっちにするの？僕はママにするよ。んー、そっか、じゃあゆりもママにしようかな。あ、ゆり、黒木に父ちゃんの話はしちゃいけないんだぞ。ん？なんで？赤松くん、あっちで先生と一緒に折り紙の色を選ぼっか。金ピカのかっこいい折り紙あったよ。黒木くん、なんでパパのこと聞いちゃダメなの？わかんない。黒木の父ちゃんは天国に行っちゃったから話しちゃダメって母ちゃんが言ってた。赤松くん、あ、確かに僕のパパ天国にいるんだって。そうなんだ、じゃあ会えなくて寂しいね。でもパパのこと覚えてないから寂しくないよ。それにママが、パパはいつも僕のこと見守ってくれるから大丈夫って言ってた。そっか。でもママに会えないのは寂しいな。ママ、ママも天国に行っちゃったの？ううん、ママはお仕事が忙しいんだ。お家に帰ってくるのも僕が寝た後なんだ。そうなんだ、黒木くん、ママに会えなくてかわいそう。黒木くんのお母さん、あざみさんはこの町で人気の産婦人科の先生だったの。黒木くんが生まれてすぐ旦那さんを事故で亡くして、毎日忙しくて黒木くんとも全然会えてなかったそうよ。はい、今日はそこまで。続きはまた明日ね。15分休憩したらお遊戯会の練習をします。はーい。ダンベリコロコロ、ダンベリコ、お池にハマってさあ大変。今日はおしまい、お部屋に帰ります。はーい。黒木くん、上手に踊れてすごいね。本番も頑張ろうね。黒木くんはみんなの中で踊りが一番上手だもんね。うん、頑張って練習したらママも見に来てくれるから、上手に踊れるように頑張るんだ。そうね、頑張りましょう。あれ、黒木、バイバイ。高松くん、バイバイ。バイバイ。今日はお母さん遅いな。黒木くんもお迎えまだだね。うん、おばあちゃんが迎えに来てくれるけど、おばあちゃんもスーパーでお仕事してるから。ゆり、ごめんね、遅くなって。お仕事長引いちゃって。ママ、もう寂しかったよ。黒木、お待たせ。おばあちゃん。あ、こんにちは。こんにちは。さあ帰りましょう。今日はカレーを作るわよ。はーい。カリンさん、すいません。黒木くん、ちょっとだけ待っててくれるかな？わかりました。黒木、帰りの支度して待っててね。はーい。あざみさん、お遊戯会に来るのは難しいですかね？黒木くん、とても楽しみにしてて。娘とも相談してるんですが、通院してる妊婦さんの予定日がお遊戯会と丸かぶりしてて、私はもちろん出席しますが。そうですか、お忙しいのにすいません。
いえいえ、こちらこそ。すいません。ユーリー、使ったものは片付けなきゃダメでしょ。はーい。ねえママ、黒木くんのママはお遊戯会に来ないのかな。来ないじゃなくて来れないね。なんとかできないのかな。無理よ。他のママたちともどうにかできないか話し合ったことはあるけど、どうにもできなかったもの。黒木くんのママのお仕事ってそんなに大変なの？そうよ。赤ちゃんを産むのをお手伝いする仕事なの。お母さんの命と赤ちゃんの命、両方を守ってくれるとっても大事なお仕事なのよ。へー、すごいお仕事だね。でも、たくさんの親子を幸せにしても自分の子供に寂しい思いをさせてしまうのは、あざみさんも黒木くんもかわいそうよね。でもね、お遊戯会に来れない代わりに他のママたちみんなで黒木くんのビデオたくさん撮ってあげるつもりなの。だから黒木くんが楽しく歌えるようにユリもいっぱい笑って歌ってね。うん。お遊戯会当日。わー、いっぱい人いる。園長先生が持ってるあれなんだろう。あれカメラらしいぜ。あんな大きいの初めて見た。黒木くんのママ来てた？あそこにおばあちゃんはいるけどママはいないや。本当だ。黒木くん、ママが言ってたよ。黒木くんのママに踊ってるとこ見てもらえるように、みんなのママがたくさんビデオ撮ってくれるって。だからいっぱい笑顔で歌おう。え、うん、ありがとう。ほら、みんなもうすぐ出番だから並んで。はい。次はトラ組の皆さんでどんぐりころころです。お歌に合わせた可愛いダンスもご注目ください。大人がいっぱい。うまくできるかな。笑顔だよ。失礼します。すいません、すいません。え、あれ、黒木くんなんで歌ってないの？黒木くんどうしたの？ママあの人もしかして黒木くんのママ？ママ黒木くん泣かないで。あざみさんってば、休憩時間に急いで来たみたいで白衣も着たままだったのよ。ゆり？感動しちゃって、そんなことがあったんだ。そっちの写真は外の園児たちが写ってるけど、こっちには黒木くんとあざみさんが写ってるわよ。待って、それ見たら余計泣いちゃう。あの黒木くん、今何してるか知ってる？知らないよ。ここから別れちゃったし。あざみさんの病院を手伝うために医学部に進んでるみたいよ。ちょっと、もう。ご視聴いただきありがとうございました。妊婦さんにとってはいてもらわなければ困る仕事で、確かに他の親子の役には立っているわけですけどね。しかしながら、そんな人にも家庭があるわけで、大事な子供との時間も取れていない状態。お母さんが忙しいというのは分かっていても、
保育園児なんてまだまだ甘えたい年頃でしょうから、やっぱり寂しいですよね。というか、こうして泣いているところを見ちゃったらエトラも釣られて泣きそうなんですけど、誰かハンカチを。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。